アルグン、アルグン、AR、ガンマ UN、アーガン、1258年から1291年3月10日は、イルハン朝の、第四代君主、ハン、在イ,イ、1284年8月11日から1291年3月10日。第二代君主、アバカの長男、アバカの側室の一人、カイミシュハトゥン、エゲチの息子、 第五代君主、原発のイボアニで、第七代君主、ガザンハン、第八代君主、オルジェイトゥの父。原始の漢字表記では、アロコン大王、終士などのペルシア語表記では、アーゴンカーンと書かれる。父、アバカ没後のクリル隊で、光景をめぐっておじであるテグデル、フレグの七男、モンケテムル、フレグの十一男。 フレグとアバカの聖妃オルジェイハトゥンの息子らを推すグループと対した。モンケテムルがアバカの死から二十五日後の1282年四月二十六日にモースルで急死すると、デグデルの母、クトイハトゥンとモンケテムルの母、オルジェイハトゥンの両名はアバカイトが推すアルグンを講演した。しかし、他のフレグ家の王族たちや武将たちの多くがデグデルを推し、また、 ヤサの規定に従い軍主位の継承は、相続の年長者によるべきであるという意も花ははだ、根強かった。このため、モンケテムルの死の10日後に当たる1282年5月6日に、クリル隊の全開一致をもって、テグデルが即位することとなった。しかし、テグデル衰退後もある軍は、弟のゲイハトやイトコのバイドラと共に、たびたび反乱を起こし、一度ならずテグデル側に、 捕獲されたが、ついには逆に、テグデルを捕らえた。この騒乱の最中に、ある軍を擁護していた叔父のコンクル隊、フレグの救難を、テグデルが処刑し、これを恨んだ聖母アジャジュエンゲチラコンクル隊家の人々が、復讐として、テグデルを処刑水よう迫り、結局、テグデルは1284年8月10日に、処刑された。ある軍は一時離反した叔父のフラ中、 フレグの十二んと和解すると、ゲイハトラの衰退を受けて、マラーガキンボのハシトルード川とクルバーンシラとの間にあったカムシューンという夏地において、クリル隊を開催し、1284年8月11日に即位した。1286年2月24日、諸説あり、モンゴル皇帝、カーンクビライから直所を報じた死者が来訪し、ある軍に藩の称号を与え、 ある軍の君主継承が追認された。晩年は病を得て、1291年3月10日に、現在のアゼルバイジャン共和国のあるアンラーン地方で、東映中に34歳で病没した。その後、彼の遺骸は、イラン中部、ザンジャーンとアブハルの中間にあったモンゴル語で、クンクルーランと呼ばれた、シャルヤーズ草原の南部、スイジャース山に埋葬された。 このクンクルーランに後年、オルジェイトは、自らの病母、オルジェイト病を含むソルターニー家を建設している。ある軍の知性には、マムルーク朝対策のため、ヨーロッパの勢力に死者を交わしていたことが知られている。主に、ローマ教皇庁とフランス王国へのものが有名である。百八十八年、ネストリウス派の固いトオング諸都市の首都大主教、バールサウマラがローマへ派遣され、 教皇ニコラウス四世に越見して国書を手渡した。ニコラウス四世はこれを大いに歓迎してキリスト教徒の君主であるアルン軍を称賛し、編書では聖地エルサレムをキリスト教徒側に奪還してエルサレム王国の解放は遠からず容易に達成するであうとアルンのエルサレム入場を進言している。また、エラダク特段の二人のモンゴル王妃がカトリックに改したと聞き、 両費にも別途に書簡を送ってことほいだと伝えられる。前者は、エダクは、アルグンとヒウルクハトゥンとの娘、オルジェイハトゥンあたりかと考えられ、後者の特段は弟ゲイハトゥの母校特段ハトゥンと考えられる。また1289年には、アルグンの側近で、ジェノバ人、ブスカレロ同時するフがローマにたどり着き、先に教皇からの返書に同意して、 聖地エルサレムの攻略案を了承するムネアル軍からの声明を捨て、さらにイングランド国王エドワード一世とフランス国王フィリップ四世にも同様にシリアパレスティナ遠征の提案を了承する書簡をラテン語による注釈付きで届けたという。1291年1月にはこれらの書簡がフランス、イングランドに届き、8月には教皇ニコラウスは エドワード一世明けの新書で、ある軍が自らの愛子にニコラウスという先例名を与えたことを引いて、ある軍からの所管の紹介と十字軍への参加を要請している。しかし、この周到に練られたシリア遠征計画も、フランスに達した2ヶ月後には、当のある軍が病没してしまい、事実上頓挫した。ある軍がこれらヨーロッパの教皇と君主たちへ発した直所のうち、 ニコラウス四世とフィリップ四世宛ての、主因入りのウイグル文字モンゴル語国書が、それぞれバチカン図書館と、フランス国立図書館現在でも伝存している。終始、アルグンハン・オサムによると、アルグンには、男子は4人、女子も4人いたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。